こんにちは、日本語教師のゆきえです今日は N4、N5 の文法の「だけ」「しか」を勉強します。それでは始めましょう。まずは「だけ」です。 りんごがひとつあります。おんなのこがひとりいます。りんごがいっこだけある。リンゴが一個だけある。おとこのこがべんきょうをしています。きょうはじかんがないから。 1>, 1ページだけ勉強しよう。今日は時間がないから1ページだけ勉強しよう。だけは目だけの接続です。名詞です。で、数を表す言葉につくことが 多いでですすだけの前は名詞です数を表す言葉につくことが多いです。意味は限定。少ないと思うときに使います。限定を表す言葉で少ない と思うときに使います。この女の子はりんごを見つけました。りんごが1個だけある。1個という限定です。2個じゃありません。3個じゃありません。2個、3個、4個じゃありません。1個 限定です。1個あるこれが少ないと思いましただからリンゴが1個だけあるです私だけの部屋私だけの部屋 他の人の部屋じゃありません。私とお兄さん、私とお姉さんじゃありません。私だけの部屋は私一人の部屋という意味です。1時間だけ休憩しよう。 1>, 1時間だけ休憩しよう。欲しいフィギュア残り3個だけだ。早く買わなきゃ。欲しいフィギュア残り3個だけだ。早く買わなきゃ。今日のご飯は。 これだけ今日のご飯はこれだけ1万円だけ貸して1万円だけ貸して私が好きなのはあなただけだよ私が好きなのは あなただけだよ。では、次は、しかです。あ、100円しかない。あ、100円しかない。今日、まだおにぎり1個しか食べてないから、お腹すいた。 今日まだおにぎり1個しか食べてないからお腹すいた。しかの接続も名詞、そして数を表す言葉につくことが多いです。しかの意味はだけと同じで、 限定です。限定を表す言葉です。これも少ないと思うときに使います。不満な気持ちがあるなど、マイナスだと思うとき、ネガティブな気持ちのときに使います。しか ないという形で使います。何々しか何々ないという形で使います。でないの前は、動詞のない形と名詞が来ます。明日時間あるデートしようよ。ごめん。 今日しか時間ないんだ。ごめん。今日しか時間ないんだ。今日の夜ご飯おにぎり1個しか食べられないの？今日の夜ご飯おにぎり1個しか食べられないの？ 食事制限しかしてないのに、2ヶ月で10キロも痩せたの ?2 時間しか寝てないから眠いな。 2時間しか寝てないから、眠いな。申し訳ございません。予約の方しか入ることができません。申し訳ございません。予約の方しか入ることができません。 だけとしかの違いです。だけ、しかはどちらも限定の言葉です。そして、少ないと感じるときに使いますで。しかは否定的です。 ネガティブな気持ちの時に使います。だけは否定的な意味はありません。しかは〜何々ないと一緒に使います。それでは練習をしましょう。 今日は味噌汁食べたがまだお腹が空いていない。今日の宿題はプリント1枚です。あ、財布の中に10円ない。テストまであと1週間。 ないからがんばってきょうか今日はみそしるたべたがまだおなかがすいていない。今日は味噌汁だけ食べたべが まだおなかがすいていない。きょうの宿題はプリント1まいだけです。あ、財布の中に10円しかない。テストまであと1週間しかないから、がんばって勉強します。 さあ、ポイントです。だけしかないという使い方もできます。だけしかないという使い方もできます。例えば、あ、10円だけしかない。あ、10円だけしかない。 野菜はきゅうりだけしか食べられないんだ。いはきゅうりだだ。けしか食べられないんだありがとうございました。だけしかないにすると、もっと強い気持ちを表すことができます。 ありがとうございました。もしよければチャンネル登録をお願いします。